ビックスバーグの包囲戦で、ローガン師団の陣のイラスト1884年大統領選挙のポスタージョン・アレグザンダー・ローガンはアメリカ合衆国の軍人、政治家である。米北戦争に従軍し、南北戦争では北軍の将軍だった。イリノイ州選出のアメリカ合衆国上院議員となり、1884年の大統領選挙で共和党の副大統領候補になったが、 落選した。ローガンは、イリノイ州弱村郡現在のマーフィーズボロで生まれた。14歳までは学校に行っていなかったが、その後、シャイローカレッジで3年間学び、米北戦争で、第1イリノイ不評連隊の将位として従軍した。おじの事務所で法律を学び、1851年に、ルイビル大学の法学部を卒業し、法律実務について成功した。ローガンは、 スティーブン・ダクラスの民主党員として政界に入り、1849年に軍事務官に選出され、1853年から1854年と1857年には衆議会会議員を務めた。またその合間の期間に一時、イリノイ州第三司法官かつ地区の検察官を務めた。1858年と1860年には民主党員として、 イリノイ州会議員に選ばれた。第一次ブルランの戦いでは、ミシガン連隊の未登録志願兵として戦い、その後ワシントン DC に戻って、議員の職を辞し、自分で編成した第31、イリノイ志願兵連隊の大佐として北軍に入った。その部下達には、ブラックジャックというあだ名で呼ばれた。これはその黒い目と髪、火に焼けた要望のためであり、 文明から軍隊に入った最も有能な士官の一人と、みなされた。西部戦線で、ユリシーズ・グラントの軍隊で使え、ベルモントの戦いに参戦してその馬が殺され、ドネルソン取りデの戦いでは、ローガン自身が負傷した。ドネルソン取りデの勝利直後に、1862年3月21日付で、巡勝に昇進した。ジョン・ホタリング少佐がその参謀長として使えた。 コリンスの包囲戦の時に初めて一個旅団を指揮し、その後テネシー軍の第一師団を指揮した。1863年春、1862年11月29日付で、少々に昇進した。グラントのビックスバーグ方面作戦では、ジェームズ・マクファーソンの第17軍団で第三師団を指揮し、1863年にビックスバーグ支柱に入った最初の師団となり、 占領後は、軍政府長官となった。ビックスバーグ方面作戦での功績で名誉勲章を授けられた。1863年11月、ウィリアム・シャーマンの後を継いで、第15軍団指揮官となった。さらに、マクファーソンの戦死後、アトランタの戦いでは、テネンシー軍を指揮したが、その後で、オリバー・オ・ハワード少将が引き継いだ。1864年の選挙のために、 イリノイ州に戻ったが、その後軍隊に戻り、カロライナ方面作戦では、その第15軍団を指揮した。 1864年12月、グラントはナッシュビルでのジョージ・ヘンリー・トーマス少将の行動に我慢がならなくなり、トーマスを解任するためにローガンを派遣した。トーマスがナッシュビルの戦いで、ジョン・ベルフット中将の南軍を完璧に叩いたという知らせが届いた時は、ケンタッキー州ルイビルに泊まっていた。南北戦争後、ローガンは共和党員としてその勢力を再開し、 1867年から1871年まで、アメリカ合衆国会議員、1871年から1877年まで、及び1879年から死去する1886年まで、上院議員を務めた。上院においてローガンが主導した問題の一つは、フィッツ・ジョン・ポーター少将の軍法会議における、有罪判決を覆すために取られた行動を、 止めさせることだった。ローガンは常に攻撃的党派にあり、共和党の急進派と目されていた。1868年、アンドリュー・ジョンソン大統領の弾劾では管理者の一人となり、1884年、アメリカ合衆国大統領選挙で、共和党から大統領候補ジェームズ・ジー・ブレインの副大統領候補として指名されることになったが、選挙では敗れた。この選挙運動で、 アトランタサイクロラマの描画を始めたが、これはアトランタの戦いにおけるその英雄像を強調することになった。退役兵問題に行動的であり、国民の休日として戦没将兵追悼記念日を創設することに貢献した。死去した際には、遺体がアメリカ合衆国議会議児童に安置され、アメリカ合衆国軍人及び空軍兵国立墓地に埋葬されている。 シカゴ、グラント公園の老眼将軍像、ありがとうございます。